もう世界の日陰巡りみたいな感じ。富士の日陰巡り。はい。おみさんどうですか？初参加は。いやいや、まあまあ面白いと面白いし。ちょっと今のところ、まあ、今回はちょっと戦闘が、戦闘がやっと休憩できたわ。こんなライン俺も初めてかな。いやいや、でも他の分隊はしてるから、ああそうなんだ。こう、ま、回ってきてないというか。第二分隊も囲まれて撃たれた、ね。全滅した言ってたからね。だから、だいぶ戦闘が激しかったね。もう帰っていたけど。いや、ここに戻ってきて、もうどっか次に行かされようったんちゃう？ああ、全員直轄で。うん、奥に行くのもしんどい。いやさあれは西山君が出てきたよ。知ってる。でもさ、それにつられてさ、パラパラって言ってたよ。まあなあ、別に誰も西山君やってよは言うてん。危険な香りはしてるやん。でもな、敵にもなかなかおらへんねん。まあそうでしょ。うん。今回はね、このアラモですね、アラモの周辺で、もうすぐこの辺で警戒してます。警戒というか休憩ですよね。でもまあ戦闘が始まってこの付近で、まあ一応戦闘に参加するってことになりますよね。一号、うん、悪いこと今から大丈夫よく大丈夫。飯食いたうん、飯さっきやもんな、うん、だって開閉中だって ちょっと向こうで休憩してただけやけど、うん、電気屋は始まったね。またざめき出したね。開閉っぽくないのよね。なんかこう口調がね、うん、あいつ開示上がりやのにな、育児っぽいんだな。どういう確かにちょっと自衛隊っぽいですね。そうそう、もともと自衛官の。ああ僕も。ああそうかそうか、陸上、あいつ会場やから。お、来たよ来たよ。まあ、なんかちょっとみんなよれた顔してね。西山君の頭打ち抜いたシーン大丈夫。後ろからお前やみたいな。なんか人数もえらい少ないやん。どうなったんだよ。後ろからあれ、まだまだいるので、まあ、別に行ってたんか。吉尾君、あれ吉尾君、吉尾君はあっちやもん。かわいそう。なんかあの二列になれって言われてフラフラーと。吉尾君来たで、吉尾君来たで。吉尾君もうこそっとこっち天候の時足りひん言う、天候の時足りひん言う。もうすっくり殴られる。脱走部屋言うて。こうやって殴られる。すぐやん、そういう着剣と全身が交代しか言わない隊長やん。ゲーム界創造笛吹き持って突然怖いわ。身内にも言うてへんからバタバタする。あ、北の時前のお品みたいな。お品物なんてもう別に緩い遊びなんやし、もっと身内にぐらい言うとけよ。みんなドリフターズみたいになっとって。みたいな。あかんない、つちょっと志村さんちゃんとしてあげんと将来中島さんみたいになりますよ。それ一番怖いな。可能性高い。ここらで志村さんがちゃんとしたらんと、まず風俗連れてって、はい、ストレスを発散させんとね。そう、わざわざお土産まで買いに行くねで。メイドの公開で、ね、1時間前
22歳マジなんかいな、あいつやばいな。毎回変わるよ。そっちじゃないんやな、そっちを強制しようと思ってもダメなんやな、その方向では。はじめ言葉を濁すとこが可愛いわ。お前いくつやねんって言ったら中学生とかちゃうねん。32とは思わんかったわね。チェリーじゃないっすよね。いやー、まあもう素人チェリー かもしれん。それもう妖精っすよ。それはもう妖精の類ですよ。すごいな、32とはびっくりした。43ぐらい。西山くん32歳。タイ君より1個下やですよ。タイ君の方が年上やね。そんな下やったか。じゃあ初めて出会った時まだ大学生やった。20代とかそんなんや。なんて今北どの辺におるの。あ、こっちちゃうかな。こっちから回ってきてんちゃう、これで。北もこっからな。あいつらすぐ打つからな、ね、そこ、いや、打ち始めたで、シーピンター。打ち始めたで、ガバぐらい持っとこうかな。これ、ちょっと戦闘態勢取った方がええな。わかんな、声が張りがないな。うわじゃあ。なんか結構近い。攻撃しろってことやな、多分。連絡した方がいいんじゃ。だから攻撃。取るとか言われてるよ。あ、ダメだ。よいしょ。攻撃者いいんだ。めっちゃ怖いこと言ってるし。全身でます。全身。見えるよ。もうこっちにも落としてるわ。目の前に来てるな。分隊長、もうちょい前進。前進、はい、もうちょい前進しろと。まあ、正面。やばいやばい、足元がやばい。前進。味方やな。
こんな距離で打ち合いしたくねえよ。会長、すぐ前の敵、わかります ?10 メーターぐらい先。前めっちゃおる。交代してる、交代してる。交代してる。交代してるわ。近くにいる、まだ。俺を追い返したから。交代します。